おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も蛇の命ハードモードの続きやっていきたいと思います。前回ついにね、あのハードモード限定の黒幕が雪崩も起こしたっていう推理にたどり着き、この雪崩を黒幕が起こしたっていう事実がどういう風に推理に響いてくるのかっていうところで前回終わったと思うんで、続きやっていきたいと思います。殺人も停電も捜査令状も地震も雪崩まで地下設備と連動していたよ。そしてその電気制御室と冷凍倉庫を無償で提供したのは制御装置と冷凍倉庫配りおじさん、こんな人いたらいいなぁ。でもまあいらんか、制御装置いらんな別に。冷凍倉庫配りおじさんはちょっと欲しいかもしれないけど、制御装置ついてくるんだったらまあいらないから救世主 X ですかね。そうだね、救世主 X が設備を無償提供した理由だんだん分かってきたよ。こんな怪しい設備を提供したところで警察に押収されるだけだろう。そもそも派遣されてくる警察が毎回この刑事と助手なんだよ。設備提供した張本人なら怪しい設備も見て見ぬふりすればいいだけだからね。見て見ぬふりするわけにもいかないんだよ。捜査令状の任務が違法兵器を見つけることだと推理したよな。発想を逆転してみろ。見つけられないってことは我々の任務失敗ってことだ。毎回違法兵器を見つけられずに帰る失態だらけの人間が毎回旅館捜索に選抜されるのは不自然だろう。確かに相当なコネでもない限り旅館捜査に任命されることはなさそうだよ。実績があるから選抜されたコネを最大限に活用、忖度されている。逆転の発想、忖度ってワードよく出てくるけどね。実績がある、あれこれ何だったっけか、あれか、あの他のことで実績を作ったみたいな感じだったっけ。あの5人逮捕して、あのいろんな奴らに冤罪をかぶせることでこう凶悪犯捕まえましたよとか言って、そういう別のことで実績を得ていたっていう話かな。あ、よしよしよし。一度も違法兵器を見つけられないのに実績だと、他にどんな実績があるってんだ。違法兵器は見つけられないが代わりにあの実績を持っていたはず。これか、無敗の刑事の称号。そうだよ、このための無敗の刑事の称号だよ。令状による違法兵器を見つけられなくても代わりに得意のミスリードで刑事を誘導し手柄を上げることは可能だよ。それが誤認逮捕でも捕まえれば手柄になるわけだね。だから俺まで誤認逮捕されたってわけだな。お前は誤認逮捕じゃないだろ。お前のは誤認逮捕じゃなくてガチ逮捕だろうが。誤認にせよガチにせよ、事件が起きなきゃ実績も何もないだろう。警察側が殺しをするわけにもいかない以上、事件を起こすことなど不可能だ。他人に殺してもらえばいい。他人が殺すかどうかなど、手柄に飢えた刑事を誘導するのは簡単でも、見ず知らずの客をどうやって誘導する。客に蛇を殺すように誘導したテクニック、もちろんこれだ。ツチノコの手配書ですね。そうか、ツチノコ100万ゴールドのデマ情報を流して蛇殺害事件を誘導したってわけか。つまり悪いのは全て救世主 X、誘導された俺たちは被害者ってわけだな。自分がどうしても犯罪者になりたくない一心で発言してるな、このハンタ君。いやいや、誘導された方も悪いよ。私利私欲のために罪のない蛇を殺害したわけだからね。ガタガタうるせえな。俺は誘導されて仕方なく殺しただけだ。こいつまたごね出したぞ。めんどくせえやつだな。そろそろ静粛が必要ね。その静粛自体が飽きられてるからな。動画のサムネにするにも映えないしね。飽きられてるなら静粛はやめろ。絶対静粛するなよ。静粛しません。ハンターのせいでぐだついてきたけどついに出揃って、なんだ、静粛すればよかったな。救世主 X が地下を掘った動機のすべてが、動機はツチノコだとかミスリードされてたけど完全に逆だったんだよ。今ならわかるはず。救世主 X が様々なリスクを犯してまで地下を掘った動機は、リスクそのものが動機。そう、
救世主 X の動機は土の子ではなく土の子以外の全てのこと。旅館を沈没させること、地下を下げること、部屋を狭くすること、違法になること、お詫びをすること、地下を作成すること、地震を起こしやすくすること、電気制御室を提供すること、人工温泉を提供すること、地下を掘るリスクそのものが救世主 X の動機だったんだよ。ついに呪われた旅館の全システムが解明されたよ。まずはヘビボール持ちのヘビ客が来客時、地下では電力融合が発生し停電。その停電、電力融合を警察犬が違法兵器と勘違いして捜査令状が発布され、救世主 X が旅館に派遣。令状と同時に停電、地震、雪崩のコンボで玄関を封鎖。旅館に派遣された救世主 X は蛇を殺しそうな客を見つけ、土の子のデマ情報を流す。裏口は金の扉で封鎖ついでに7770ゴールドで爆弾解除の話も持ちかけ、ヘビボールの売却も促す。ヘビが殺害されれば死体の鑑識や誤認逮捕でヘビボール回収を狙う。すべては救世主 X がヘビボールを集めるために設計された旅館だったんだよ。だったらそこまでしてヘビボールを集める目的自体をどう説明する。そういや、70万ゴールドの支援や労力を割いたからにはそれ以上の見返りがあるはずだな。救世主 X にとって70万ゴールド以上の見返りがありそうなヘビボール利用価値は、これは願い事以外の何物でもないですな。はい、そうだよ、願い事だよ。ヘビボールは数多く集めることでエネルギーを融合させることができるけど、そのエネルギーが一定数以上になると金色の蛇が現れ願い事を叶えてくれるとかいう伝説もあるんだよ。願い事を叶えるのに必要なエネルギー数値いくつだったか忘れちゃったよ。願い事を叶えるのに必要なエネルギー数値は、30以上ですね。そうだったよ、攻撃力換算で30以上のエネルギーを一点に集める必要があるんだよ。残念だが、電力制御室に出せるエネルギーは1から9まで。そしてヘビボールは2点のエネルギーを1点に集めることしかできないぞ。電気制御室の電力から2つ選んで融合させた場合、集められる最大のエネルギー数値は9と8だから17ですな、これ。そうだよ、電力装置の9と8の電力を融合すれば、最大17まで集められるよ。17まで出せるってことは、逆に言えば17までしか出せないってことだろう。2つの数字では9たす8で17が限界。30に到達させるには最低いくつの数字が必要？あと必要なのが13だから、6と7だから、4つの数字。はい。そうだよ、4つの数字を大きい方から使っていけば、9たす8たす7たす6で、ギリギリ30に届く計算だよ。ヘビボールの使用は2点のエネルギーを1点に融合するだけと言ったはずだ。4点のエネルギーを融合する性能などない。4つのエネルギーを融合する方法は、ヘビボール同士を並列にくっつける融合した数値をさらに融合する。こっち。そうか、やっとわかったよ。融合した電力をさらに融合する形式なら、2点ずつを融合するルールを守りながら、4つの数字を融合することが可能だよ。まだだ。その方法では相当数のヘビボールが必要になる。ヘビボールの数は足りるのか？攻撃力30のエネルギーを収集するのに必要なヘビボールの数は7個です。本家をパクれば OK なのでね。はい。ついに判明したよ。願い事を叶える条件、30到達には7個のヘビボールが必要になるんだよ。そうなると重要なのは、今この旅館にあるヘビボールの合計数だよ。確か全部で、1,2,3,4,5,6 で7個あるんだが、自分のも持って7個。はい。そうだよ、地下にあるヘビボールの数は6。つまり、ヘビ探偵の持ってるヘビボールさえ手に入れば、7個すべてのヘビボールが揃うんだよ。すべての矛盾が解消されたところで、最後から2番目の休憩ポイントとなります。まあ、セーブしていきましょうかね。はい。セーブ画面を開くよ。
はい。ついに救世主 X を追い詰めたよ。数字が嘘をつかなかった以上、さすがのあんたももう言い逃れはできないわね。まさか蛇ごときに全て見破られるとはな。ああ、そうだ。この俺こそが、全ての黒幕だ。金の扉を設置したのも、地下を掘り起こし設備を提供したのも、父の子情報で蛇殺害を促したのも、ああ、そういや、無能の刑事を裏で誘導していたのもな。全てはこの俺、救世主 X の計算上の出来事だ。凶悪犯の分際で、いつまで救世主気取ってやがる。凶悪犯、誰のことかな。お前に決まってんだろう。自分でも認めてたじゃねえか。おいおい、俺は黒幕とは認めたが、凶悪犯とは認めてないぜ。どういうことだよ。最初から警察が追っていた凶悪犯の正体が誰だって話だ。警察は確かヘビボールを追ってきたってことは、ヘビボールを持ってたやつが凶悪犯。んじゃあそこのヘビ従業員が凶悪犯で決まりだな。バカじゃねえのかい。ヘビメタくんだろ、持ってきたのは。ヘビメタくん、ポイズンスネーク、ムカデ、オカミさん、従業員、ヘビ探偵の順番だからね。なんでさ、ヘビボールを持ってたのはヘビ従業員だったろ。違うよ、そのヘビボールをヘビ従業員の前に持っていたのはオカミさんですな。そうか、ヘビ従業員の前にヘビボールを持ってたやつ、あのババアが凶悪犯だったか。ちょっとハンターくん、ハンターくん、頭、鳥頭すぎませんかね。脳みそ3ミリしかないのかな。違うでしょ、おかみさんの前にヘビボールを持っていたのはムカデ。やっぱりそうか、結局ムカデが凶悪犯じゃねえか。凶悪者じゃねえし、ヘビボールも持ち込んでねえわ。そもそもあのヘビボールは大浴場の温泉で拾ったっつったろ。そういえば、温泉の浴槽はその直前誰か吐き気がすると言って使用してたような。ポイズンスネーク。そうか、あのヘビボールはポイズンスネークが吐き出したものだ。レアヘビだし、ヘビボールを所持していておかしくない。おいおい、なんだこの空気は。ヘビボールを持ち込んだのはポイズンスネークでもないってのか。そういえばポイズンスネークはやたら硬い青リンゴを食べてからお腹がムズムズすると言ってたけど、深夜ポイズンスネークにリンゴを差し入れしてたヘビがいたような。そうなのよ、絶対そうなのよ、やっぱりそうじゃん。もうリンゴ全部硬いリンゴとか言ってたの全部ヘビボールの話だもんね。さあ、ヘビ探偵くんにはもうわかってるだろう。この旅館にヘビボールを持ち込んだ凶悪犯の正体、客の中の誰か、その他、ヘビ客の中のか。ちょっと待ってよ。客の中の誰か、ヘビ客。ヘビ客と言ってもまだ絞り込めていない。どのヘビ客なのか教えてもらおうか。自分って言ったらゲームオーバーになっちゃうのね。オッケー。確か4号室で相部屋だったよね、ヘビメタくんは。だから4号室のヘビ客かな。4号室のヘビ。4号室には生存者がいないから、どの犠牲者だか教えてもらおう。あー、ちょっと待ってよ。1番目に犠牲になったのは4号室の最初の普通のヘビ。で、5人逮捕されたのが、ヘビメタくん。で、違ったーってなって、次にハンターが夜中に死ぬ予定だったのが、ヘビメタくんが死んでいるっていうから2番目だね。2番目の犠牲者。2番目の犠牲者って、確かヘビメタのお客さんだったよ。その通り。ヘビボールを持ち込んだ凶悪犯。招かざる死神とはヘビメタのこと。おお、なんでブラックドクターもミスリード演出に引っかかってんのこれ。なんだこの重圧は。この俺が間違っているとでも言うのか。おいおい、どう考えてもヘビメタの流れだろうよ。じゃあ結局ヘビボールは誰の持ち物なんだよ。いる、
この旅館内にヘビメタ以上のレアヘビ、土の呼吸のレアヘビがな。そういえばヘビメタが一度盗難の確認に来てたよ。この旅館に緑色のボールの盗難届が出てないかって。待って、すごい待って、鳥肌すごいすごいすごい、待って、え？通常モードでヘビ探偵くんがもともと持ってたじゃん、ヘビボールって。つまりはヘビ探偵くんは2周目だからヘビボールをその辺に落として、この旅館で騒動が起きないようにしようとした結果、ヘビメタくんが盗難届出てないかっていうので拾って、え？ヘビメタくんがそのヘビボールを拾って盗難届出したっていう流れなんじゃないのか。うわ、つうことはもともとはやっぱりヘビ探偵の持ち物なのや。いやー、ちょっと今なんかもう日本語がベロベロになっちゃってるけど、ちょっとテンション上がりすぎて、やば。それじゃあ誰かがヘビボールを落としてたってこと？結局ヘビメタは旅館付近でヘビボールの落とし物を拾っただけか。紛らわしいヘビだ。今思い出したけど、ヘビメタが8号室にも聞きに来てたよ。緑のボールを落とさなかったかってね。リンゴをお裾分けしたのもそのタイミングだよ。それならポイズンスネークにヘビボールが行き渡ったのは偶然じゃないんだ。大型種以外のレアヘビは消去法でポイズンスネークに限られる。そして深夜リンゴと一緒に届けた落とし物のヘビボールをポイズンスネークが青リンゴと間違えて食べちゃった流れだよ。もうさっぱりわからんね。結局ヘビボールは誰の持ち物なんだよ。もうヘビボールの持ち主などどうでもいい。肝心なのは監禁の首謀者、救世主 X だろう。お前が金の扉を設置したのは確定なんだから、さっさと解錠しろ。マスターキーをご存知かな？マスターキー？金の扉に解錠、金の扉の解錠に必要不可欠なアイテムだ。ま、金の扉同様に高価だから、必要最低限の個数しか取り揃えてないかな。必要最低限ってことは、まだ在庫が残ってるってことだね。ああ、計画通りだったらな。だが、その最後の脱出手段、マスターキーは消費されてしまったのだよ。そこのヘビ探偵によってな。え？ついでに、いや、木の扉や鉄格子用のバールも同じように消耗させていたっけな。おいおい、ヘビ探偵さんよ、なんてことしてくれたんだ。お前のせいで閉じ込められちまったじゃねえかよ。また出番欲しさにシャシャリ出てきやがったぞ、こいつ。そろそろ静粛が必要ね。もう静粛に飽きた以前に静粛ネタが尽きてるからな。だったら静粛するなよ、絶対静粛するなよ。押します。飛んで行き過ぎ。ゴフ、自分で振ったんだから仕方ないね。茶番はさておき、ヘビ探偵よ、マスターキーを歩いてこ歩いて戻ってきた。マスターキーを消費してしまった分は推理で取り返すのだな。これがお前の最後の仕事だ。マスターキーなき今、最後の脱出方法を推理してみろ。これヘビボール以外ないんじゃないかと思うんだけど、大丈夫だよな。木の扉、鉄格子、金の扉は違う、人工線も違う、消えた部屋の存在違う、ドリル重機も無理だった、捜査令状関係ない、無敗の刑事関係ない、最先端技術も関係ないよね。で、温泉切れ味切れ関係ない、ヘビメタ、土の子、ポーションエリクサ、プレミア効果、ヘビボールだから、ヘビボール。ヘビボール？そうか、ヘビボールの願い事でマスターキーを注文して脱出するって方法なんだよ。願い事って、そんな魔法みたいな話信用できるの？今数字が証明した以上、信じるしかないのだよ。願い事に必要な条件、7個のヘビボールは全て揃っている。さあ、ヘビ探偵よ。その最後のヘビボールを渡すのだ。相手は黒幕よ。ボールを渡して持ち逃げされたらどうするのよ。そうだぞ。黒幕に渡すくらいなら俺によこせ。
持ち逃げするにも監禁状態の旅館ではどこにも逃げられんだろう。ミスリード感もないし、ヘビボールが脱出手段、最後の脱出手段なのは本当みたいだな。当たり前だ。旅館から脱出できなきゃ願い事も何もないからな。あー、これ渡すしかないんだろうな、きっと。でも一回渡さないでおこうか。ヘビボールは脱出用に使うらしいよ。ミスリード感もないし、ってことで渡しましょうか。そうだ、それでいい。時間がない。すぐに電気制御室に向かうぞ。そろそろ疲れたから宿泊部屋に戻る。ダメだよ、一番肝心なところで帰っちゃう。じゃあ代わりに俺が宿泊部屋に戻るか。俺の時は止めねえのかよ。強制的に電気制御室に移動しますと。さあ、ここからが問題だぞ。ヘビボールのセッティングは全て完了だ。金色のヘビなんて本当に出てくるのかな。融合された電力が集まったようだ。どうやら成功したようだ。金色の蛇ってまさかこれのこと。ああ、言い伝え通りだ。ただの放電じゃないので、これでバグるとね。なんか暗号みたいなメッセージが出てきたよ。蛇語というやつだろう。願い事がオーダーできる前兆のような状態だ。ただの電波障害じゃないの。願い事をオーダーできそうなところであなたのターンです。何か発言しますか。おー、ハードモード専用がありますな。これはな、どうしよう。時間的にどうかな。もうちょいやる。ちょっと先っちょだけ覗く。先っちょだけ覗いちゃおっか。発言しちゃおっと。あ、待て、セーブがしたい。セーブだよ。セーブの願い事じゃなくて単なるセーブだから脳幹だよ。じゃあこれ、あれだね、先っちょって言ったけど、これも一種の先っちょってことで、今回はこのセーブで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回これ、どうかな？おそらく最終回？じゃね？いや、これ、ちょっと楽しみじゃない？頼むよ。ハッピーエンドになってくれ。ここまでめちゃめちゃ頑張ったから。ということで、また次回、おつぴよでーす。